海、光る大空、光る大地、重厚無限の地平線、走れエイトマン、弾よりも速く、叫べ胸を張れ、世界の目が今ここに集まっている。あと24時間すればこの無人ロケットの編隊が遥かなる火星へ向かって発進するのである。すでに秒読みが始まっていた。人類数千年の夢の実現はもうすぐだった。そしてこの男が火星作戦の責任者、宇宙局長官。この前もそのまた前も火星ロケットは失敗やった。今度は大丈夫だろうな。ご安心ください長官、万全の体制を引いてあります。間違いなく成功するでしょう。そうかな、なんだかわしはとても不安だぞ。長官がノイローゼになるのも無理はありません。これまでは失敗続きでしたからね。でも今度こそ大丈夫でしょう。無人ロケットは火星に無事着陸し、火星の状況を地球へ報告してくるでしょう。それから人間が火星に行く番です。わしには人間が他の星に行くなどということがどうも信じられんわい。今度も失敗しなければよいが。いや、あれは何だ。空飛ぶ円盤です。神よ、これはどういうことなんです。長官、円盤が戻ってきました。友人に次ぐ、我々は地球人の火星攻略を阻止するために来た。地球人を、火星人だって、見ろ、これまでの失敗だって神の御心によるものに違いない。地球人は宇宙へ出てはいけないのだ。全世界が協力して完成した火星探索ロケットが奇怪な円盤に攻撃されました。円盤には火星人が乗ってる模様で、地球人が宇宙へ出ることに対し警告を発してきました。火星人だって、これは大変なことになったもんだ。タコの化け物みたいなのが乗ってんのかな。想像するだけでも寒気がする。わしは辞表を出して田舎へ逃げるとするかな。どうしたんだ。課長、早速円盤が現れました。な、何、どこにだ。テレビ塔の上です。ああ、大変だ。なんというありさまだ。これがあの美しかった町か。あ、長官閣下。おお、田中課長か。大変なことになった。火星人は自分たちが攻略されると思って先制攻撃を仕掛けてきたのだ。何とかしなければ地球は滅ぼされてしまいますよ長官。もし火星人が地球に来たらどうなると思う。相手は冷酷無残な火星の生き物だぞ。とても人間には歯が立つまい。一体どうするつもりかね田中課長。は、君だって火星人に殺されるのは嫌だろうが。だから早く降参した方が得じゃよ。え、一体私にどうしろとおっしゃるんです田中課長。どうしたらいいかを相談したいのだよエイトマン。お前はわしより頭がいいからな。いい知恵があったら絞り出してくれ。私に火星人をやっつけろって言うんではないでしょうね。やっつけてほしいがな、相手がどこにいるのかわからんでは仕方がない。とにかく調査してほしいのだ。そうですね、まず円盤の性能です。円盤は鉄でさえ簡単に切っています。現場を調べれば飛び散った金属の粉が見つかるかもしれません。それを分析して、相手の円盤が何でできているかを調べるわけだな。円盤の材質が分かれば対抗もできるじゃろう。早速やってくれエイトマン。はい、素晴らしい。
らしく鮮やかな切り口だ。鉄をこんなに切るとは一体何だろうな。飛び散っていた金属の粉だ。これを夜勤工学の第一人者加納博士のところへ持って行って分析してもらおう。先生、何か分かりましたか？分からんということしか分からん。しかし2種類の金属の粉のうち1つだけは分かった。これは普通の鉄だぞ。それは切断されたテレビ塔の粉です。分かってる。問題はもう1種類の方じゃ。融点1万2000度でも溶けんところを見るとこれは大変な代物じゃな。まだ地球上ではこんな金属は見つかっておらんわ。地球上の物質ではないとおっしゃるんですか？多分な。金属に関する全てを知っているわしが言うんじゃから信用してもよろしい。これは宇宙の物質であろう。ダイヤモンドより硬い。これならどんなもんでもスパスパと切れるじゃろうよ。博士、あのケースの金属はあんまり見たことがないんですけど、なんていうもんですか？あれか、あれはわしが作り出したスーパー炭素鋼という鋼じゃよ。スーパー炭素鋼？さあ、もう用は済んだはずじゃろ。帰ってくれたまえ。わしは非常に忙しいんじゃ。どうもありがとうございました。どうして加納博士がスーパー炭素鋼のことを聞くとあんなに慌てた態度を示したんだ？4番目現れたな。よし、放電してやるぞ。ダメだ、私も仕返ることができない。私より円盤の方が速いぞ。なんていうことだ。この私が逃げ切れないとは。なぜこの円盤は私の後をついてこられるんだ。やはり宇宙人だ。私が海へ飛び込んだら行ってしまった。そうか、円盤は電子頭脳と赤外線追尾装置を持っているんだ。海へ飛び込んで赤外線が遮断されたために円盤は私を追跡できなくなったんだ。するとあの円盤は一種のロボットだというのか？エイトマン、タコのような火星人が乗っているわけではないのか？そうです。私の記憶装置を投射しますからご覧ください。スローモーションにしています。ノコギリじゃな、まるで。ええ、そうです。このノコギリ状の刃が急速に回転して鉄でもコンクリートでも切断してしまうんです。一種のロボットのこぎりで、中央部には電子頭脳があります。すると火星人はどこからあのロボットのこぎりを指揮してるのかな？課長、本当に火星人でしょうか？どういう意味だ？どうも私には火星人の仕業だっていう気がしないんですが。では地球の人間の仕業だというのか？その答えはもうしばらく待っていてください。必ず突き止めてみせます。とにかく頼んだぞ、エイトマン。タコの化け物でさえなければ怖くはないからな。エイトマン。ここには加納博士と並ぶ金属学者三輪博士がいる。私は博士に面会を求めた。お待たせしました、東さん。ようやく分析の結果が出ましたよ。ああ、わかりましたか。あの金属の粉はスーパー炭素鋼ですよ。融点1万2千度ダイヤモンドよりも硬く、地球上の物質なら全て切断することができる素晴らしい性能を持った金属ですよ。加納博士が発明したものです。すると加納博士は嘘を言ったんだ。発明したことは聞いておるが、その後どうなったのかは知りませんね。どうして博士は嘘を言ったんだ。これで私が襲われたわけも分かってきたぞ。皆様、第二宇宙基地からの実況であります。第一宇宙基地のロケットは火星の円盤の襲撃によって全滅いたしましたが、我々はあくまで希望を捨てておりません。皆様、この素晴らしいロケットの群れをご覧ください。円盤の襲撃に備えて誘導ミサイル部隊が警戒に当たっております。はっ、非常警報です。また円盤が現れました。誘導ミサイル発射。
を剥がせだ。どこへ行くんだろう。お、あいつはこの間円盤がやっつけそうになってやった。わしの後をつけてくるんだな。それならこっちにも考えがある。自動ドアか。金を剥がすね。ますます怪しくなってきたぞ。お、しまった、罠にかかった。わしの後をつけてきたお前は何者だ。人間ではないな。私の名はエイトマン。その通り人間ではない、スーパーロボットだ。スーパーロボットか。しかし何であろうとスーパー炭素鋼の壁は破れまい。ない。見ろ、動くだけ無駄だ。どうしてわしの後をつけてきた。カノ博士、あなたこそ円盤がスーパー炭素鋼でできていることを隠していた。どうしてなんだ。なるほど、それで来たのか。では教えてやろう。スーパー炭素鋼に匹敵する金属はこの地球上にはない。わしはこの金属を発明したときこう思った。これを使えば簡単にこの世界を我が手に収められんではないかとな。そこであの秘密兵器巣を作り、火星人が地球を攻略しに来たと言って人間どもを震え上がったんだ。火星の円盤だと偽って人類を征服しようっていうのか。カノ博士、あなたは詐欺師だ。詐欺師か。それも天才的な詐欺師だ。エイトマン、地球全部をそっくり頂戴しようというのだからな。この私をどうしようというのだ。もちろん生きて返しませんよ。エイトマン、頭の上を見ろ。スーパー炭素鋼の振り子がやがてお前をズタズタにする。死の恐怖を味わうがよい。ゆっくりとんな。まあ美しい夕焼け。東さんどこ行ってしまったのかしら。あ、円盤だわ。地球人に次ぐ24時間以内に降伏しなさい。降伏しなければ徹底的に町を破壊する。まあ地球はどうなるんでしょう。あの歯が少しでも私に触れたらさすがの私もバラバラになってしまう。ちくしょう。ダメだ、このスーパー炭素鋼をぶち抜く力はない。そうだ、やってみよう。よし、電線を切ってやる。今度はこっちの番だ。私のエネルギーで壁を破るぞ。しまった、カノ博士め逃げたな。よし急げ。エイトマンはどこ行っちまったんだろう。いよいよ火星人と戦わねばならんという時に。おい、あ、いや、アズマ探偵。課長、この物々しい警戒は何事なんです。知らなかったのか。あの火星の円盤が地球降伏を進めてきたんじゃ。ああ、地球は無条件降伏を強いられた。到底承服できんから断固戦うことになったんじゃ。何ですって？火星の円盤？課長、私はあの円盤が加納博士の作ったものであることを確かめてきました。博士は火星人に名を借りて地球を征服しようという詐欺師なんです。何？火星人などというのは嘘っぱちなのか、エイトマン。ええ、そうですよ。加納博士を逮捕すれば円盤は動けなくなるはずです。なんという大嘘つきじゃ。博士はことによるとうちの方にいるかもしれません。行ってみましょう。よし。ここです、加納博士の家。返事がないな。入ってみましょう。いませんね。エイトマン、あそこのドア開かんのだ。物置みたいだな。うん、加納博士だ。課長、胸を撃ち抜かれています。しかも死んでからすでに10日も経っています。ない、10日だって。するとエイトマン、お前の会った加納博士はこの男ではないのか。そっくりでした。でもこれが本物の加納博士だとすると、私の会った加納博士は偽物です。誰かが博士を殺してまんまとなりすましているんです。一体誰が。秘密兵器層を作り出すために加納博士からスーパー炭素鋼を盗んだ人間ですよ。一体誰なんだろうな。課長、円盤が攻撃を開始するまでに何時間ぐらいありますか。うん、あと16時間。
それまでに何とかしなければ必ず円盤は攻撃してくるでしょう。いくら武器を並べてもあの兵器の前ではひとたまりもありません。このままだと偽物の加納博士の支柱に陥って地球全体が乗っ取られてしまいます。そうじゃった、何とかしてくれヘイトマン。あのスーパー炭素鋼を溶かす方法は一つしかありません。何じゃヘイトマン。水沢博士の光線銃レーザーを使うんです。なるほど、光線銃レーザーは国立銀行の大金庫の中だったな。そうです、私はこれから水沢博士に会ってきます。うん、早く行けヘイトマン。はい。私は早速光線銃レーザーの発明者水沢博士を訪ねた。あなたですか、急用というのは。水沢博士、しばらくでした。あなたは。私は存じませんけど。あなたはエイトマン。ええ、そうです。またお願いがあってきました。光線銃レーザーをもう一度借りて火星の円盤と称する物体を撃墜したいんです。火星の円盤。お役に立つならいつでもレーザーをお使いください。でも光線銃のエネルギーがなくなってるかもしれなくてよ。え？エネルギーを補給するには時間がかかります。そう、普通10時間かかります。10時間。敵の攻撃までにあと5時間しかない。でも特殊な方法があります。それを使えば5時間で補給できるでしょう。いや、ギリギリではありませんか。ともかくお借りします。レーザーは国立銀行。ダメだ、やはりエネルギーが切れている。ああ、田中課長、ご苦労、視察に来た。目下のところ異常はありません、長官。しかし相手は火星人だ。わしはこうやって視察しているが、内心では潔く降参した方がいいと思っておる。この戦いは勝ち目がないとは思わんか。長官閣下がそんなことをおっしゃっては困ります。みんなを元気づけてやってください。いやいや、それどころか誰も死なうちに白旗を掲げた方がいい。全ては地球人が火星に行こうなどと思い上がったのが原因じゃ。神罰じゃよ。長官閣下、我々はこの地球のためにも最後まで戦う決心であります。そうか、ではどうなっても知らんぞ。相手は火星人だぞ。ですが長官、実は円盤は火星人のものではなく地球の人間が操縦しているという報告があるのです。バカな、我々の科学であんなすごいものが作れると思うのか。あれは絶対に火星人だ、間違いなく火星人だ。そうでしょうか。今のうちに降参することを考えとくんだな、田中課長。あんな弱虫じゃ困るな。とはいうもののわしもなんだかゾクゾクしてきたわい。レーザー以外にあのスーパー炭素鋼を溶かすものはない。だがエネルギーの補給が間に合うだろうか。もう攻撃開始の時間までに1時間しかない。本当に間に合うかどうかギリギリですわ。4の10乗エルグの力が半負荷イオン回路を通って蓄積されるのです。これでレーザーは太陽の1億倍の熱線を出すことができるのです。補給完了です、エイトマン。ありがとう、博士。もう攻撃開始の時間ですよ。早く行きなさい。はい。攻撃を開始せよ、攻撃を開始せよ。
1億度の熱が層の赤外線追尾装置に感じて集まってきたんだな。うん、超短波が聞こえるぞ。発揮とも0235地点へ集合せよ。光線銃レーザーを警戒せよ。あれは偽の加納博士の声だ。層の電子頭脳に命令を与えている。押し逃がすものか。お、エイトも。加納博士、火星人と偽って地球を乗っ取ろうなどという真似はさせないぞ。この光線銃で円盤はみんな焼き払ってやる。やれ、円盤たち、エイトモンを細切れにしてしまえ。正体は何者なんだ。あなたは宇宙局長か。そうだったのか。臆病に見せかけながら人類の火星探検に反対し、その実それを利用して地球を乗っ取ろうとしたのは長官だったのか。博士を殺して一人二役を演じていたのか。そうだ、博士の発明を知った時からわしは計画を立てていたのだ。秘密兵器操作やれば全世界が乗っ取れると考えたのだ。宇宙人の名を語ってこの地球を征服しようなんて、なんという愚かな野心を抱いたんだ。やがて人間は宇宙へどんどん進出していきますね、課長。しかしわしはやはり地球がいいよ、エイトマン。